皆さん、こんにちは。皆さんもお元気だと嬉しいです。私は今日からね、私の身に起こっている重大なことを話す動画を作ろうと思います。動画をこの重大な問題が解決するまで、ほぼ毎週撮っていこうと思っているので、皆様も動画を楽しんでいただけたら、幸いです。重大な問題というのが、私は現在、オハイオ州コロンバスで、いくつかの法的な訴訟を経験しています。兄弟の助けもありましたが、もう一年もの、この問題のために、辛い日々を過ごしてきました。悲しく、皮肉な、ものですが、訴えられたそばの人たちは彼らのしたことの責任を取ろうとしません。例えば、最初の弁護士は、私の許諾法廷で私自身の署名を偽造しました。それだけでなく、裁判官に大々的に5つ重罪打たれて、もうおかしくないと脅迫されました。もし、もっと詳しくこの組織の犯罪問題について知りたい方は、私のもう一つの YouTube チャンネルでご視聴してください。見てくれてありがとうございました。明けましておめでとうございます。じゃあ。